今このゲーム実況ゲームスタート。あーただいま。はい、ではこちらのコースやっていきたいと思います。遊ぶクリア率が高めだけどちょっと短めのトロールと見た、トロールと見たっていうか、まあ、トロールって書いてあるんだけどね。トロールはリトルトロールパート9。ほい、これはお普通にどうする、叩く、叩いて入る、え痛いな、ダメかダメか、やっぱり。まあじゃあいいですよ。そしたらこのまま入るとこっちに来ます。あれえ、じゃあで音符が変わって、えでも音符が変わったところでなんだべさ、え帰るの、帰るとあパウがいて、パウがいたところでなんだべさ、今のパウを急いで取るってこと、あなんかまた変わって、えなんかまたいろいろ変わったけどまた戻るので、え永遠にこれ繰り返しちゃうよ、永遠にこれ繰り返しちゃうよ、今のパウ急いで取るのかな、せーのすー、やっとれた、取れたけど、えこれでじゃあ どの段階でこれを使うの、ここでパンとか、ああなんかなった、なんかなった、ピンポン、ピンポン、えこえええええ、なんかなったけど、えこれでこうするとこうなって塞がれていけなくなって、えじゃあこんな B スイッチをやって行くと平気とか、いやダメかダメか、ちょっと待ってどうなる、ダメだよね、あれどうしたらいいの、え結構頭使うパズルみたいな感じかな、そうすると妹子はもうほぼほぼクリアできないみたいな感じになっちゃう、ここまでは合ってるのかどうかすらも分からんぞ、こうやってよし間に合った、でこれでこっちにします、でこうします、あ違うわ、そもそもこれでピースイッチが鳴ってるのか、こっち行けばいいのか、何をやっとるんだ、で、あ、ん大丈夫、なんか積んでる雰囲気がするんだけど、これ積んでない、え大丈夫、すごいこの感じが耐久を彷彿とさせる、違うのなんか違うの、あいけない、上ヒントだったかな、なんかトロールっていうより完全にパズルだな、そこもここでここまでがもう合ってるかどうかもわからないけど、とりあえずもう一回これでやってみるね、こうしてみて、これでこうやったらここに取って、これがでも何なの、ここだって何か出てくるわけで、土管があるじゃん、土管、あはい、ただいま、ようやく正解パートです。ここでじゃあここのコインを取ります。そしたら慌てず騒がず、 P スイッチが鳴ってても、あ P スイッチが鳴ってるなって思ってのんきに構えます。そして P スイッチが鳴り終わってから行きます。そうするとイエイイエイで新たな世界へ、もうゴール、早かったね、はいはい、じゃあ今の短かったからもう一個ぐらいやっていこうかな、遊ぶ、今度は8ね。なんでさっきは9って言ったのよ、だったんだろう。トロールはリトルトロールパート8。ほ、これはわかるよ。こことここは乗れるよ。だけど3つ目は乗れないっていう、そんな感じです。で、ここでいいのかな？いや、いやー！だれー！いや、知ってるけどね、クッパ様だよ。わかった、じゃあ多分コイン取っちゃうと音符が変わっちゃうんだ。で、この辺で入るってこと？よしよしよし。で、こっちに来ます。で、ここでパフンってやる？いや、ちょっと待って、下に戻る可能性もなきにしも。よっ！なきにしも。また音符変わったよ。なきにしも？どっちだと思う？どっちだと思う？はっはっはっは！いや、ダメ？ダメっぽい！ちょっと待って、もう一回、おー！そうだ、忘れてた！しかもブラックで、なんでそんな強い子携えてるんだ、ずるいぞ！さっきって音符なんで変わってたの？いつの間にか変わってたけど、こうやってこっちに行ったらもうさっさとさっさと、いや音符変わっちゃうよ、なんか、あこれでもう一回こうやればいいのか、でこうやって来ると、そういうわけかな。ちなみに君って何出すの？あコインだ、よかった。でじゃあこのまま行きます。そうするとはい、ゴーバックだよね、もうこの雰囲気は。ゴーバック？ N N じゃないけど、やっぱじゃあ下が正しかったのか。いや私もね
ね、一瞬ね、下に戻るべきかなって迷ったんだよ。じゃあここでこっちに来て、でじゃあこうってこと？そうしてればこの下には未来が広がっているということでいいでしょうか。君は誰？大丈夫？オフにしてくる？オフになってるよ今。取れた取れた取れた、いいかな、取れたから。これは変えると見せかけて変えないみたいな。ほんらね、当たりでしょ。え、嘘でしょ、今当たりでしょって言ったんだよ私。ヒットプラスボムちゃんでどうなるのよ。ヒットプラスボムちゃんでどうなるのよ。問題はこの後ですよ。ヒットプラスボムちゃんがおかえりゴール。短かった、なんだこんな東大元暮らしだったのか。いやーよかったよ、クリアできて無事に。はい、ではこちらのコースもやっていきたいと思います。マッシュルームクリップってなんだろう。遊ぶ、クリア率が高いから割と希望の持てる数字。うのます、マッシュクリップ。はい、これは、いやでも言っていい、あれ、ええ、あれ誰がどうしてくれるのこれ。あれ、ここになんかある、あれあれトロール。ちょっと待って、行き方が全然わからん。わかんないから、じゃあとりあえず飛んでみるか。せーの、ふーはやーで、クール。何が、何がかっこよかった、私の。あれあそこ、あった。君がいたのか、なんでもっと早く教えてくんないの。じゃあ急いで避ける、こんな感じで。マッシュルーム、え、ちょっと待って、マッシュルーム取ったからって一体何、うまく叩くとそれが下に行くってこと？へえ、難しくない？難しくない？ここのギリギリのとこでこんな。よーし、こうだこうだ！よー、できたできたできたー！あー、これで仕掛けがクール！ありがとう！今度こそかっこいい私になれた！ほっ、あ、びっくりした。では、あれ？ちょっと待って、一応こっちを確認させてもらっていいですか。大丈夫大丈夫大丈夫、これはじゃあどうでもう一回やり直させてくれるんだと思う。ここで戻ってくるじゃないですか、そしてもう一回行くじゃないですか、そしてちょっとそのに叩く、よし。消えちゃったからダメかな。あれ、さっきも下見えてた、私が気づいてなかっただけ。もう一回やらせてください。いやごめんなさい、これ多分めちゃくちゃカットになるな。せー、いやそっか、空になっちゃうのか、ごめん。はい、ただいま、こんな感じ。よし、いったいったいった、えらいよ。で、そしたら君が迎えに来てくれる。はっはっは、あ、いいのかいいのか、これで取ればいいのか。で、心してゴール。へえ、面白いね。そっか、あんな風な仕掛けができるのか。ほーは、ぴったりー、ぴったりハマったよー、ぴったりー。はい、ちょっとこちらのコースやっていきたいと思います。これね、みんなでクリアで出てきちゃってちょっとうまくできなかったからやらせてください。ここでこうやってくる、いやーやっぱ難しいな。これクリアタイムは1秒ぐらいだったからさ、上手い人だったら本当にうまくそこにピタッて入れるんだよね。いや、むしろ2匹踏まなくてもいいのか。あー、いやー今言ったかと思ったわ。これ考えてみたらしゃがんだ方が、あー、うっそー、しゃがんだ方が前いけそう。しゃがんで一回、やった、できたー、よかったねー。いやー、私にしてはよくできた。やった、タイム更新じゃん、しかも、え、すごくない。いや、よかったよかった。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。ではでは、バイバーイ、またねー。これさ、ミンクリで出てきたんだけど、ほら、ここにこれがあるの発見したんだよね。だけどさ、見てて、ここで追っていくとね、そのうち何にもなくなるの。ここでおしまいだったかな？ほら、だからこれなんかあると見せかけての終わりなんだね、多分。なんかだから、こっからうまくいけばいけるのかなって思ったけど、別にそういうわけでもない。待って、待って、よくよく考えたらこれ、反対側になんかある？結構こっち側はさ、みんなで捜索したけどさ、ちょっと待って、ここで終わりだっけ？ここで終わりだね。これで反対側行って、まさかこっちになんか何かいる、まさかね、そんな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 。
願いします。